初めて女性にキスした人で、キスしたの？キスしたよ、キスしてきたよこんばんは。こんばんは、週刊 SM チャンネル、ゆうこりんこと水島ゆうこと、ルーシーこと佐藤ルシアンです。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は3本目なんですけれども、私たちの出会いの話をします。実はね、昔ね、私たちが20代だった頃に、え、20代だっけ、うん、ほら、金子監督の、あれ20代思うよ、だって私20代前半だったから、あ、の頃に大人の事情で出会ってすぐにキスをしてベッドシーンをしました。ですよね、うん、それはあの金子監督、金子俊介監督のいたずらロリータ後ろからバージンという日活の大作 で、私は昼は人形、人形で夜は人形、人間っていう役で、ルシアさんはなんだっけ、なんか女王様みたいな不思議な不思議な役だったよね。なんか私が誘拐されちゃった先にいる女王様みたいな。そうなんだっけ、絶対知らない。日活 の台本ってベッドシーンがちゃんと書いてないじゃん。書いてないっけ、うん、だからこうしてこうとか書いてない。ああ、それはね、ない。だから私ベッドシーンないと思ってたらあって、で初めてのベッドシーンで、初めて女性にキスした人で、キスしたの？キスしたよ、してきたよえ、私出したの？そう、だってあなたがリード的な、ルシーがリード的だってお姉さまみたいな。そうなんだ。それで私は十字架に縛られて、なんかくるくる回って、ああ。何だったんだろう、私はそこなんだろう、ね、分かったんだけど、でも金子監督はその後ね、ゴジラとかいろいろね、監督としてなんかすごいね、うん、はいはい、デスノートとか、デスノート、そうそう、デスノートのメインの主人公の中の一人がエルっていう人がいて、うん、私はイタズラロリータでエルっていう名前だった。あ、だから私も出会ったりとか、うん、あと金子監督は昔そのユリ族日活でレズの話をやってたじゃない。知らない、知らない、あの山本夏子さんとかって、それがあったから私たちにレズをやらせたのかな。あ、そうなんだ。ルシアさんはその日活でレズはやったことがあるの？ないないない。あ、じゃああれが初めて、初めて、うん、そうなのよ、うん、あれは最近見た、赤根とかってね、いたずらのリータは、ドリータは見てない。なんかね、最近2000円で売ってるらしい、売り始めたらしい、 DVD とか、うん、あ、そうなんだ、うん、あれもね、あのピンクのカーテン、阿部雅彦さんが入ってるので、阿部雅彦さん、ピンクのカーテンで日本人さんのお兄さんやった人、知らない、知らない、知らない、私ね、うん、もうほんとね、男優さんとか、うん、監督さんとか、うん、全く疎くてなんですよ。あとあの時ルシアさんに会ってすごい嬉しかったけど、なんだろう、日活ってあのなんかその映画一本の中でラブシーンをする時間、うん、どんどん決まってるらしくて、うん、なんかメインのあのあれでメインの2人だったんだけど、うん、あの話す時間ないんだよね。あ、なかったよね。話しようと思うと、どうしたかラブシーンだから入れないみたいな。え、ゆうこりんは、いたずらロリータは2作目かなんか。2作目。最初がその上で芝居であった上垣監督の、ああ、そうなんだ。部長の愛人で。あ、そうか。上垣監督の2作、うん、3作目とか。うん、1作。あ、何作目だった？ルシアさんが1作目なんだよね。違う。あ、違うの？ピンクのカーテンが。先？先じゃないか。あ、そうなのかな、はい。女教師っていうのがあったんですよ。うん、そうそうそう。うん、だからじゃあ3作目なのかな。どうだかわからないけど。上垣監督ってさ、かっこよかったって言ってて。うん。と思わなかった？私は思わなかった。なんか本当に？うん。そうなんだ。上垣監督がデビューしたのでしょ？そう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 、ルーシーの、そう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 、それは指名したの？全然じゃなくて、全く、なんだろう、たまたまみたいな。そうそうそう、うん、あ、そうよ、そうそう、え、それが映画のデビュー、全体的な日活は、うん、それが一本、日活じゃないのはじゃ出たことなくて、日活じゃないのは出てたんだけど、そうなんだ。日活はなんかさ、うん、ほらその当時に、うん、日活は一応その抜かなきゃならないわけじゃないですか。そうだよね、うん、やっぱりこうずっとこの業界ね、長くやっていって、
仕事がなくなってくる時期があって、うん、でその日活からの話があったわけ、うん、で、どうするってまあ会社的に言われて、うん、で私もいろいろ考えたんだけど、まあこの仕事をしていくにあたり、うんうん、もう一度こう名前を出さなくちゃいけないっていう手段だったから、うん、自分がこうねどうしてもその日活の作品をやりたいですとかじゃなくて、うん、その続けていく手段だったから、そうだね、うん、何でもかんでも日活は当時やりたいってあれじゃなかったんね、うん、そう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 、うん、でも今思うと西谷裕次郎さんとかあの頃のこう、うん、映画トップの映画会社がいろいろあって、うん、だからスタッフさんがすごい一流の人だったよね。そうだよね、照明さんとか、ね、そうだよね、衣装さんとか、だからその人の名前を知識として知らなくても、うん、なんか見ただけこの人すごいとか分かって、いま、ね、だに後でこの人はこうだったのかなって、すごいそうだよね、面白い感じ。そうだよね。でもさ、なんかさ、その日活やってた時にさ、うん、自分たちでこう日活の女優さんとかってみんなプライド持ってやってたじゃない、うん、私たちはこのピンクじゃないんだっていう、すごいそういうプライドってあったじゃない。 え聞かないそういう話って。え、所属じゃないですよね。所属じゃないけど私も違うから、うんうん、それはあの言われればわかるけど、うん、だから本当女優さんと当時あんまり話したことがなかったからわからないし、そうか、うんうん、なんかね結構みんな言ってた、そういう人、うん、それはあるだろうね、ピンクから出てきた人とかもいるし、そうそうそう、うんすごいね、今思えばね、うん、経験的には、うん、いい経験、そうだよね、させていただきました。お金のふよりもね、こう繋がってるし、イカチョロマンホールもね、来年50周年でびっくりしたけど、それでね、また男性誌とかのそういうお話が来たりとか、来たりとかも面白いよね。逆に自分が、ね、当時はわけわかんなくやってたものを、うん、今って慣れてないし、それを見てくれる人がいて、そうね、だからなんか日活の作品をやってたから、うん、今やなにさ、こんな何十年も経っても、うん、グラビアのね、お話をいただいたりとか、そうだね、本当実際は日活に所属してないから、ね、してないですね、だから若い頃は違います、所属してませんとか言ってたけど、やっぱり後期のね、こういうふうに出てきた人としてすごい覚えてもらってたりするから、そうね、もう一生みたいな感じで、うん、また去年もね、植木監督のこととかでいろんな人と会って、ああ、そうなんだ、名前とかもね、名前だけ知ってる脚本家の人や監督とまた知り合えたりとか、うん、なんか不思議だよね、日活はパワーあるよね。日活の前が歌手なの、歌手が違うの、一番初めはグラビアの、あれ CM、 グラビアから CM、 あれ、あ、まあどっちもグラビアで、グラビア CM、うん、でその後に、NHK の主演なんてだったんだよ。何の？銀河テレビ小説、あ、ドラマ、そうそうそう、本格的な芝居はそれが最初、そう、全くズブの仕事、そう、そうで NHK の主演をやらせていただいて、でその後に、うん、東映の映画の主演をやらせていただき、うん、でその後に民放のいろいろドラマのレギュラーをやらせていただき、その後その間グラビアは続けて、うん、で歌手もして、え、その歌手のきっかけっていうのは、歌手のきっかけはね、うん、あの、まあ言われるがままって感じかな。あ、そうなんだ。割とあの、うん、当時ってスター誕生に憧れてみたいな人が多かったりするじゃない。私ね、憧れてたのがね、あのスクールメイツだった。え、じゃあスクールメイツだったらこれだけ綺麗だった可愛かったらできるでしょうね。よくね。よくね。私の高校の知り合いも入ってたような子。あ、本当に。うん、あのね、中学校の時にね、うん、スクールメイツ。これは皆さん初めて聞きます、ね。郷ひろみさんの追っかけをやってて、うん、でその当時渋谷に合宿所があったんですよ、ジャニーズ事務所。へー。でその渋谷の合宿所に通うじゃない、うん、あの追っかけだから、うん、で
追っかけるお金を稼ぐために、うん、合宿所の近くの喫茶店に15歳とかだったのに18ですとかって言って偽ってバイトをして、でバイトのお金で追っかけをしてて、うん、そうそう、なれるでしょスクールメイツなんてすぐに。でスクールメイツに入ったから、スクールメイツに入ればなんかヒロミ君と一緒にこうやってステージに出れるから、グラビアや主演するよりスクールメイツの方が入れるでしょ、ハードル低いでしょ大体。どうなんだろう。で、うん、その後にすぐにスカウトされて、まあ、この業界入ったんですけれども、うんうん、でこの業界に入ってデビューして、レギュラーのラジオの TBS の番組で、うん、郷ひろみさんがゲストで、うん、来たんですね。でその時に他の歌手の方が歌ってる時にこうやって隣同士で座って、うん、郷ひろみさんとすごいもう嬉しくって、うん、私もラジオやったことあるけど、なんの、なん、あの西城秀樹さんと武田鉄矢さんの金八ラジオをやってたんだけど、うん、歌手の方は本当にラジオのブースで歌ったりするんだ。あ、それはね、TBS ホールだったから。あ、そっか、そういうことか、うん、だいたいリクエストで曲かけたりとかしたりするじゃない、歌ったりもするんだ、うんうん、それが初めての郷ひろみさん。そう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 、すごい感激、嬉しかった。美穂純ちゃんの時のようにファンでしたって言いに行った。ね、私ね、追っかけをやってる時にね、なんか神奈川県かなんかに郷ひろみさんがいた時に追っかけて行って、追っかけで杉並に住んでたってこと。そうそうそう、スカじゃなくて、うん、杉並に、うん、でね、同じ電車に乗ってね、セミの抜け殻をなんかどっかで拾って、うん、それをひろみさんに、うん、僕に渡したことがあるの。セミの抜け殻、セミの抜け殻、セミの抜け殻が好きって書いてあったの。書いてなくて、うん、話すきっかけに、それでその話をこうやって待ってる時に、うん、あのセミの抜け殻を お渡ししたんですよみたいな話をしたことがある、うん、それでなんてこういう反応が、忘れちゃったけど、セミの抜け殻渡されたら困るよ。そうなのかな、今思えば。そうだよね、今思うかね、私も今だったらなんか触るの嫌だけど、小さい時は大丈夫だった。うん、でも本当ね、本当に憧れてた人と会えたら嬉しいよね。ねえ、うん、誰が好きなの？っていう人とか。私はなんか女優になりたかったから、あんまり男の人とか好きじゃなかったの。あんまり俳優さんとか。女優になりたかったの？モデルとか。だから話し屋さんの登場とか、かきってすごい可愛いと思ったし、あんまりそういう、ちょうど CM が、話し屋さんのマネージャーの藤井さんがなぜかお魚になって私を知らないのにびっくりしたけど、考えてみて、あの時にだいたい CM が面白くなってきたんだよね。電通博物館とかが上がってきて、ね、資生堂とかコンセプトとかね、ちょうどその時に見てすごいなって思った。でもあのマネージャーはね、上京してきてね、何気なく全然知らなくって、うん、私のポスターを自分のお父さんが歌舞伎町かなんかで買ってくれたらしくって、うん、お父さん歌舞伎町に住んでたの？うん、田舎、あ、石川県、石川県で、なんかね、貼ってたって言ってた。そうなんだ、全然知らなくって貼ってたの。息子の部屋に？そう。お父さんの部屋じゃなくて、うん、自分のあの息子の、当時ポスターっていうのもすごい貴重だったよね。ねえ、なんかよく歌舞伎町とかで売ってたじゃん。歌舞伎町の、歌舞伎町どこですか？歌舞伎町のあの露店みたいなところがあったのよ、歌舞伎町昔。でポスターだったら、浅草のものが出てくるみたいな、ああいう感じ。違う違う、そういうんじゃなくて、知らない、あ、時代が違うから。歌舞伎町のちょっと危ない場所ですか？やっぱりあの映画館がいっぱいあるところの、あそこ、あのホストクラブ、愛とかがある、あの奈良、あっちの奥、あの、うん、昔噴水があるとかじゃなくて、もう駒を抜けてホストクラブがこう今向きを貫いてる。そこに芸能人のポスターが、ポスターとか露店みたいな感じで売ってた。売れるんだ、そういうの。昔は売ってたよ。へー、母ちゃん、マネージャーさんの藤さん間接的に出会ってたみたい。それも縁だよ。まあね、どんな縁なんだか。ポスターとかカレンダーとかね、昔あったりあったよね、うん、
出たりとか一回しかない。いやいやいや、あのカレンダーとかはほら出版社がこう出すじゃん、何月は誰、何月は誰、あーそういうやつ、うん、そういえば日活のカレンダーあったよね。一緒な、なんか私も1回だけ出たことがあって、あ、ほんと、うん、だからその年に出た人がその次のみたいな感じで。あ、そうなんだ。でも好きなカメラマンじゃなかったか、ちょっといなかったけど。誰誰知らない。あ、その時は稲越浩二さんとか、だからある程度、だから目の前である人だと思うんだけど、でもユーコリンってさ、すごい脚本誰とか監督誰とかさ、カメラマン誰とかってすごい覚えてるよね。てか気にする、よく覚えてるよね。うん、ねー、すごいよね。でもそういうの人と会えると嬉しいじゃない。あ、そうなの。ちょっと全く覚えてないし知らないんだよね。じゃあ仕事に関して何を一番覚えてるの。ヘアメイクさんじゃなくて。あ、ヘアメイクさんは割と覚えてる。どこが良かったか、ね、やっぱりね、それだけに違うしね。そうだね。あと監督ぐらいかな。好きな監督は別に本当ね、そうね、あんまり深く考えたこともないし。じゃあ共演した年が上の人で、好きな俳優の人、共演して嬉しかった、郷ひろみさんみたいにその追っかけとかじゃなくて、共演してすごく嬉しかった人って思いますか。嬉しかったというか、共演してなんか付き合っちゃったりしたこととか。あ、それ名前は言えない。そうそうそう、私は全然もう芝居とかできない時に山崎努さんとか、はいはいはい、小原玲子さんとかの貴重なお芝居させていただいて、それはすごいありがたい。そうだよね。でもさ、共演して、例えばさ、舞台とかって、何ヶ月後、1ヶ月公演とかってなるかな。私、大きい舞台やったことない。あ、そうなの。どっちかというと、小演劇が好きだし、大きい舞台やる機会、1回ぐらいあったけど、そんなにこれからないと思うから。あ、そうなんだ。大きいのはやってるの。うん、やってた。そうすると、大体大きい1ヶ月公演とか地方公演とか。そうそうそう、地方にさ、1ヶ月以上行けたら稽古を終えて、そうするとさ、絶対になんか付き合う、と思うんだけど、そういうのもない、そう全然ない。それ長い、地方長いのないからつまんないなあ。だからルシアさん歌手でもね、いろいろいろんなとこ行ったりとか、私そういうのあんまりいないから、ロケとかで、そういうのはないかな。じゃあドラマとかで恋人役とか、そういうのでは男優嫌いだから、なんだろう、だって付き合ってもやっぱり自分がやる女優とかやっていきたいから、ガツガツじゃなくても長く続けていきたいとか、男優の人って当時私ぐらいの世代の人って、20代の子とか車の自慢しかしなくて話つまんなかったし、なんかすごい偉そうだし、誘われたりとか、それはあっても全然。え、そういう時、もう知らないって感じで断ってた、そうだね。そうか、あんまり興味が、なんか女優の人の方が興味が、人間的に。ああ、そうかそうかそうか、それだけ素敵な男優に出会わなかったのかもしれないけど。じゃあ男優さんと付き合ったこととかってない？あるでしょ。なくはないけど、だからその一生ずっと結婚とかそういうんじゃなくて、あ、恋愛軽い恋愛、向こうからみたいな、それはあるでしょ。もちろん、だけどやっぱり結構いっぱいある。いや、俳優ミュージシャンとかそういう映画監督とかそういう人はやっぱ恋愛の対象じゃないなって。だからちょっとね、好きになるあれはあるけど、まあそうよね。やっぱり自分の好きな仕事で、なんか成功して生き生きしてる人が好きだから、俳優とか浮き沈みがあったりとかするから、どうかなって。今のさ、ご主人は、もう一般の方？そう、そうじゃなくて。じゃあ俳優さんとかそういう
言っちゃってるんで、うん、全然隠してないから隠す必要ないし、うん、そうですか。でもまあ、おかげになるというか、うん、そうだ、それがあって今があるんだしね。そう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 、うん、そうだよね。じゃあ昔のアイドルとかが例えば好きな食べ物は本当は焼肉だけどパフェって言わなきゃいけなくなったとかそういう規制はなかったんですか？なかったけど、うん、なかったけど、うん、なんかね、あの、言っちゃいけないのに逆に、うん、逆に例えばあのテレビの番組で、うん、あなたが一番嬉しい時は何ですかとかっていうアイドルがこう何人か出て、うん、あったで一番こう可愛い可愛いものなんて答えが何々を食べられる時とかね、なんかそんなような可愛いものそうで、もう1個がね、3番給料日の時とかっていうのがあった。え、なんでそこでそんなで、他の子たちはみんな1番か2番の可愛いものや、私は正直だから給料日とかって選んじゃったりとかして、うん、だってそれが本当だしさ、そこに給料日が入ってきたのがその作った放送作家だったし、まあね、まあね、まあでも給料日になればさ好きなもの食べられるし、そうだよね、じゃない。うん、やっぱりあの15歳でも16歳でも給料日は嬉しかったから、うん、そりゃそうだよね。そこに入ってくるのが不思議だよね。そうだからはめられたのかもみたいな、うん、それこそあのお盛りになって私の CM 時代に CM がこうあの有名になって面白くなっていくのと一緒で、うん、もうちょっと後に放送作家ブームってあってそういう番組作る、うん、そこそれ以前だったんだよね。そうだね、放送作家高田文雄さんとか影山民生さんとかも面白い放送作家が出てきたっていうよりちょっと前だったんだよね。ゆうこりんもうないよ。あのすいません、あのもういいよ、カメラマンさんもう一本、ワインをお願いします。カメラマンさんじゃない、カメラマンさん、カメラマンさんじゃないけど、すごい強いよね。だってさ、赤くもなんないもんね。あ、強さに関係なく赤くなる人もいるよね。私一口だもんな、赤くないよ。あ、今あのファンデーション塗ってるから。あ、でも赤くなる人って言っててもわかるじゃん。え、なってない、うん、あ、すみません、お酒がすごい、ありがとう。嬉しい、釣りがありがとう。でも本当に強い、良くないけど、もうちょっとビール飲んで赤くなる人。私赤くなるよ。あのしかもこの辺と。そうそう、この辺まで。そう、そんなイメージない。厚化粧してるからか。いや、厚化粧じゃん。化粧もうまいよね。舞台やった時に、初めて舞台やった時に化粧をして、私の化粧が薄いからってとってもありがたかったです。私化粧うまくないって、本当に自分にうまいんじゃない、人にうまくなくていいわけだから。いや自分にも、あのだからめっちゃくちゃ、だから逆にすっぴんと変わらない、綺麗だからすっぴんと変わらないうまさない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 、な変わります。今変につけまつげしてる人とかすごいいるじゃん、変な、うんうんうん、でもやっぱりそれ、つけまつげもいいけど、やっぱナチュラルメイクが基本だと思うんだけど、フシヤさんとかナチュラルメイクですごい。え、ナチュラルメイク？うん。そうかな。私ね、こうつけまつげとかつけたいんだけど、めっちゃ似合わないのよ、つけまつげつけるの。だからそれがナチュラルメイクが追求なんじゃないかな。あと、うまくつけられなくって。うん。でも本当、例えばね、広告の写真だったら別だけど、つけまつげうまくつけてる人って、舞台に出てる人ぐらいしかいないよね。あ、そう。あ、世間の人でつけまつげ上手い人ってあんま見なくない。みんなつけてないのも。みんなつけてるけど上手い人って見なくない？あ、そうなのかな、わかんない。本当。あ、うん。そっか。あと下まつげも80年代ってマスカラしなかったじゃん。え、昔はしたんじゃなかったっけ？もっと70年代とか60年代のお姉さんの化粧を見てるとしてるけど、うん、80年代してなかったし今は結構したりとか、下のつけまつげをしたりとか、無理無理できない、マスカラつけるんだ、うん、結構ね、にじんじゃうしね、うん、結構そこまでパッチリしたくないよ確かに、ね
って不自然だもんね。そうそう、だからなんか爪とかもできない。あ、ネイルとか。あ、ね、ルーシーはネイルをやってそうなイメージかも。お風呂がやってないのよ、もう。私もやってないけど、私結構指太いんだけど。私、足が太いって。いやいやいや、すごい太いの。ネイルってね、すごい日本人っぽい、日本人っぽい、うん、なんか日本の女性やってるけど、あんまり他の人はやってないみたいな。海外も、多分海外とか見て日本人っぽい。ネイルとか、センスとか、マスクとかも。だから私も全然やらない。なんかさ、ネイルもさ、やりたいんだよ。人のを見てると、そうなの？綺麗とかって思うの。綺麗、いいなとかって思うんだけど、でもやっぱり自分がしたら、なんか毎日ご飯何食作ったりとかね、するわけじゃない。そうするとできないし、気使うの嫌じゃない。お金を取いたりしてて、あ、ストーンが取れちゃったとか、ね、なんかさ、そう、それでできない。あと自分の爪が剥がれちゃったりだし。ああ、そう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 、勢いでね。そうだよね。あとさ、動物とか飼ってるとさ、こう目やに取ってあげたりと か、なんかそういうのもできなくなるし、だから結局できなくて。でもね、あのたまにう、まあ、歌う歌いにステージとかで、いつもこう爪切って何もしてないから、あ、いけない、これじゃいけないよなってすごい反省するの。そういう時はやっぱりね、こうマニキュアとかしてなくちゃいけないよなとかって思うんだけど、普段しないからできないんだよね、もう。でも逆にそういうステージとか、あと芝居とかで、役とかでやったら楽しいと思うよね。あー、そうね。まあたまにはしたいけどね。たまにはしたいよね。そう、見せる場面があれば、ね、見せる場面があればね。でもさ、なんか別にしてたからってみんな見てくれないよね、もうこの年に。若い子でも見てくれてんのかみたいなね、爪なんだみたいな、あるよね。本当に80年代、ね、70年代とかって、あのペディキュアとか流行って、アンクレットとか、やったよね、ビーズ作ったりとか、そうだね。そういうのも今あんまり聞かないね、ペディキュアとかアンクレットとかね。でも今さ、足とかでもさ、みんなネイルサロンとかでやってもらったんでしょ。そうなんだ。そうよ、お金出して。もったいないよね。もったいないっていうか、それを 見せる場がないよね。あ、そう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 、見せる、変えたりとか、見せる人もいないし、見せる場もないし。手だと、あの見せる場がなくて見えてたりするけど、足だとそうだよね。そうだよね、なんか、そうだよね。じゃあなんか見えないおしゃれ的なあれなのかな。でもほら、若い人は見せる場はあるじゃん。ね、彼氏とかいたりとか、ベッドでとかね。あ、でもさ、コロナとかの前でもみんな海行かなくなったじゃない。あ、そうだね。80年代とか、横須賀行ったり、あの湘南とか行ったりしなかった。行った。そういう時に本当、水着で日焼け止め塗って焼いてたりとかして、そうだね、足をつけてみたいな、そういうのあった。そうだね、私もなんか毎週行ってたよ、湘南、茅ヶ崎。あ、茅ヶ崎なんです。そっちはね、あの茅ヶ崎、江ノ島越えてるよ。え、あ、だから、パシフィックホテルだった。あ、茅ヶ崎パシフィックホテル、ね、加山雄三さんがやってたわけ。あ、そうなの。サザンの歌で出てくるよね、うん、あ、そう私も一回ロケで行ったことがある。あ、本当、もう今ないけどね。なんかね、毎週ね、あの、あるコメディアンのタレントの人と、なんか告白が、あ、これね、でも全部あの結構どこでも言っちゃってるからいいんだけど、と毎週ね、パシフィックホテルで、着替えだけね、水着に、で車で行って、で道路渡って海岸行ってっていう感じ。近崎、近崎だよね。そうそうそう、私は由比ヶ浜とか逗子とかが近くて好きだったので。あ、そうなんだ。手前、そうか。今は海とか行かない？だから今コロナで行けないじゃない。実家が今も横浜にあるけど。
けど、海見たいと思いつつ、行くことは行けるんですか？頑張って行けば行けるっていう、うん、でもね、ちょっといろいろあって、なんていうの、うん、行こうとすれば行けるけど、うん、みたいな。焼きたくない派なんだっけ？いや、やっぱり80年代みんな黒かったよね。今はあんまり日焼けさ、なんだろう、あれだよね、気をつけてしないよね。そっか、焼いてる。私ね、今年のね、うん、1月まではね、日サロ行ってみてたよ、うん、で、コロナになって行けなくなって、もうやめたと思って、今ビタミン C 飲みながら使用してる。美白とかもね、流行ってきたし、ね、そうだね。どうなんだ、なんかシミとかは嫌だけど、黒くても白くてもどっちでもいいと思うんだけど。そうね、そうか、そうか、そうか。あの、これ、はい、私今日なん、あ、ユーゴに入ってないし。これは何だ。これね、私ね、今日ね、うん、イチコのね、お茶割りを飲んでます、うん、これね、多分ね、6杯目だと思うこれ、今日6杯目。それで私たち強いね。初めてのね、チャンネルを企画したルーシーはお酒を飲みながらやろうということをしたったので。そう、そうだね、最初はね、最初は、ね、次はね、飲まないでとか、ね、え、そっか、え、でもいいけどね、うんうん、今日はね、このピンクの照明がたまたまこうなったという。そうなの、別に私たちがね、エロティックな仕事をしてきたからじゃなくて、なんか最初普通にやってたのに、それもなんかの蛍光灯の、ね、なんだか、何ていうか、なんかがちょっと切なんかが切れちゃってチカチカってなっちゃったんでね、うん、それを消したのよね。そうですね、本当はここは うん、スカイツリーも見えるしね、そういうことも考えたんだけど、まず最初は、なんだろう、ゲリラ的に撮りました。そう、ね、でもさ、うん、なんかピンクっぽくて、うん、ちょっといいよね、感じが、うんうん、ね、あの2人にぴったりかな、うん、違う違う、はい、あ、四文字熟語ですね。そうそうそう、うん、うん、いいかも。じゃあ次の企画はまだ今決められないけどね、うん、あの、ね、でもさ、なんか、うん、見てくださってる方が、うん、こういう話をしてほしいとかって、うん、ね、おっしゃってくだされば、そう、私たち割と正直だからね、その話をして正直だし、グラビアアイドルなんて、そんな名前がない頃そう、ない頃に何十年経って元祖グラビアアイドルと言われてる同士なんて、あれ不思議だよね。ねー、だって昔グラビアって脱いでる子しか見たらちょっと低いよね。そうだよね、今では元祖見たく言われてて、そう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 、そんな私たちは芝居とかいろんなことでも再会してるので、そう、うん、あとね、うん、私たちさ、割とほらもう年も年だし、うん、恋愛に関して、うん、もう結構いろいろノウハウ分かってるじゃない。ノウハウ、ノウハウというか、いろいろもうノウハウ分かってるじゃない、こういう時はこうした方がいいよみたいな、うん、男性の方がこう悩んでること、恋愛に関して、こういう時女の人ってどういうふうに考えてるんだろうかとか、なんかそういうことも聞いていただければ、もう適切にね、お答えできるんじゃないかなと、そうだね、2人でね、話し合ってと思いますので、はい、ぜひぜひ、なんかご相談とかありましたら、もう自分たちの本心でお答えしたいと思いますので、うん、ぜひコメントいただけたらと思います。意外と共感する面と意見が違う部分があるので、うん、そうだね、2人で話し合っていこうと思います。